ここにもね、瓦があるんですけども、まあ、家が建ってたような雰囲気ではないですよね。まあ、おそらくここに放置したのかなっていう感じです。まあこの辺はね、もう本当にもう山ですね。山で、まあ、場所によっては、その太陽光パネルがあったりとかいう感じで、もうほとんど人が踏み入らない場所なんですけども、なんかちょっと、なんか気になるね雰囲気を感じたので今日はやってきたわけですけども、早速今日も始まります。よいしょ。行きましょう。こんなところに車があります。の時代だよ。後ろにはね、家具ですかね、なんか椅子、いらなくなったものをその中に詰めてるような、ね、感じです。って書いてますね。どうるそうな。両備パスって書いてます。の時代でしょう。相当古いですよね。
感じになってます。結構ね、あの中はもう物置みたいに。すっごいなんか建物ですね、これ。なんかおとぎの国のような。でもなんか泊まるようなね感じになってます。もしかしたらなんかラブホテルみたいな、ラブホテルの一部みたいな。これもおそらくペンションの一部ですね。すごいなんかエッチな感じですね、これ。いやでもこのバスもバスですごいですね。なんでこんなところに建物があったり車があったりするのかちょっとわからないですけど、謎の多いエリアでございます。浴槽があったりしてますけど、まあここの建物あったのかな。にもというわけでね、今日は
こんな感じで終わろうかなと思います。かなりね山奥の中でしたけど、よし、それではありがとうございました。帰ります。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。